アメセルじゃないんですけど、ダークで渋いです、音が。これ結構、のぶとい音がするもんね。ですね、フラセルだけど、吹きやすい。6の22万番台。そうです。でフラセルです。はい。でこれもパンパイプさんに調整をしていただいて帰ってきた個体になります。でフラセルでちゃんと彫刻も入ってます。ですね。でこれはあれですよね。色が全体的になんか黒っぽくなってるというか、ね、黒っぽく変色して、これは渋いですよね。かっこいいですね。ね。独特な感じはします、うん、この辺は完全に落下が剥がれちゃってところもありますね。サビも見えるんですけど、かっこいいですよね、はい、マーク6の中でもフラセルとアメセルって値段違うじゃないですか、やっぱり。はい、全然違いますね。全然違いますよね、まあ、それマニアがアメセルに多いっていうのもあるんですけど、はい、やっぱり吹奏感とか音の質が全然違うんですよね。でこれはさっきお話しした通りフラセルなんですけど、はい、これがですね、フラセルっていうと大体明るい感じのパリッとした音が出るイメージなんですけど、アメセルじゃないんですけどダークで渋いです、音が。だからこれはああフラセルだからっていう感じなくて、アメセルに近い魅力がありますね。でこういうフラセルってたまにあるんですよね、マーク6で。フラセルなんだけどダークな音が出る。でそういうこのですね、はい、フラセルなのにダークな音が出る個体って、はい、フラセルのデメリットがメリットに変わるんですよ。デメリットがメリットに変わる、うん、よくわかんないと思うんですけど、はい、フラセルは若干抵抗感が強いイメージがあるんですよ、はい、だから結構一生懸命息入れないとなってくれないっていう個体が、はい、まあ、割合的には多いですよね、フラセルって。でそれがですね、こうやってダークな音色に変わってるフラセルって、はいはい、そのアメセルよりも抵抗感がある部分っていうのが、はい、いい具合に働いてきて、はい、その適度な抵抗感なんですよ。だからなんていうかな、アメセルは吹きやすいんだけどやっぱりちょっと音が軽いんですよね、はい、まあ、その軽さを補ってあまりあるほど素晴らしい音が出るんですけど、アメセルなんですね、深い音が出るんですけどね、はい、だけど大体なんかこう、あ、なんか軽いなみたいな部分があって、そこがですね、このフラセルでダークな音が出るマーク6っていうのは、はい、ちょっとした抵抗感があるから音が太くなるんですよね。そういう意味でなんかストレートに太い音が出る感じがついてきて、はい、これはこれで面白いんですよ。アメセルとはまた違うかっこよさ、はい、を感じますね。でただのフラセルとも違うっていう。なんていうかな、この前吹いたカエルベルトとかに近いですかね。ちょっとね、カエルのシャドウですか。カエルベルト全般に言えるんですけど、はい、スペシャルも感じましたけど、ちょっとした抵抗感のおかげで音がちょっと太く出せるというか、はい、なんかそういう良さがありますよ、このフラセルで使い込まれたやつは。もともとフラセルは抵抗感強いんで、それがまだ少し残ってるんで、いい具合に働いてるってことですね。多分ですね、なんかいい具合にダークになっていって、でその抵抗感の強さの角が取れていって、だけど適度なぐらいは残ってるっていう、はい、その吹く楽しさがすごくありますね。これは、パンパイプさんでタンポとかを、タンポ1個交換して、確か1箇所です、ね、1箇所交換してね、はい、これもすぐ演奏ができる、そうですね、個体ですね。これは面白いですよね、うん。